今夜の本物に迫れは。海外の超一流ブランドからオファーが殺到する日本人トップメンズモデル。世界で最も権威があると言われるファッション情報サイトのメンズモデルランキングで日本人として初めてトップ50にランクイン。これまで欧米勢が固めていた牙城を突き崩した。世界のトップステージに立つ大輔が本日テレビ初登場。さあ本日の本物に迫れはトップメンズモデルの大輔さんです。どうぞ。ちょっと初めのオープニングの映像と全然違う。ライトじゃないですか。見てくださいこの違い。これ今身長どれぐらいですか。今は身長自分が185センチ。185、もっとあるように見えますね。あ、本当やっぱスタイルいいですから。ありがとう。ちょっと股下どの辺ですか。股下一応こんなに全然違います。まあ、テレビが初登場ですね。そうですね。いやもう来る時からもう楽しみでたまらなくて。ああ、本当ですか。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタジオにはですね、大輔さんのようなトップモデルを目指しているという現役高校生も2人来てくれています。ご紹介しましょう。渡辺弘隆君と藤田敦史君。よろしくお願いします。どうですか、お二人見て。大輔さんもう憧れの人だったんで、本当に今近くにいるのがちょっと普通に嬉しいです、ね、嬉しい。二人とももう一回立ってもらっていい。スタイルめちゃめちゃいいです、ね、藤田君背は180ですね。あ、すごい。はい、自分は82ですね。182。はい、そうですか。やっぱモデルおい、そこの坊主だ。坊主早く立って、早く立って立ってます。立ってます。勝美もそんなにちっちゃいじゃないけれども。そうですね、164。164。いや、ちっちゃい。まあ、メンズモデルって身長やっぱ大事ですか。はい、ファッションショーっていうショーに出るってなってくると、はい、やっぱりどうしても洋服のサイズがやっぱり用意されてるものがあるので。る、暗黙のラインってあるんですか。自分が185センチがこれが一番低い。高校3年生の時は180センチだったんですけど、はい、大学に行ってからプラス5センチ。すごい。今日はね、まずね、アルズのみんなに大輔さんがなんか質問があるということですけど。あ、皆さんに質問なんですけど、メンズモデルっていう言葉を聞いてどういうイメージを持たれてますか。そうか。はい、葵。はい、私なんかガングロってイメージがあります。すごい黒くていかついイメージがあります。黒くていかつい、はい、コンピューはおしゃれっていうのがファッションとか。ジュリの、はい、私チャラチャラしてるイメージがあどういう感じのチャラチャラ。え、なんか俺かっこいいし。あやっぱこうスタイルもいいし。やっぱりこれが今メンズモデルのその高校生たちのイメージなんだなって普通に改めて。でも今日こういう場をお借りしてまた自分が違う角度からそのメンズモデルのやり方を見せれるっていうのがすごいありがたい場を設けさせてもらったなって、はい、一言でモデルといってもいろんなモデルが実際存在するようです。例えばみんながよく耳にするのは読モっていう言葉、読者モデルの略ですが、あと雑誌の専属モデルっていうのもいますね。ある雑誌に、特定の雑誌に出続けている方もいます。で、大輔さんのような方々は超一流のブランド品を服を身につけて活躍する、トップモデルと呼ばれる方々、まあ、いわばモデル界のエリートと言えるかと思います。ちなみに、大輔さんは今まで超有名ブランドの20社以上のモデルを務めたと。こういうの本当に受けないんですよ。具体的にじゃあそのメンズモデルの仕事っていうのはじゃあどういうものなのか、ちょっと基礎的なことをねおさらいしましょう。はい、お仕事は大きく分けて2つだそうです。ファッションショーと広告または雑誌、これが舞台になるということなんですね。でファッション業界っていうのは我々一般人の1年先を言ってるわけです。例えばパリコレという、ね、パリコレクションというのがありますが、例えば今年6月に行われるパリコレは来年の2013年の春夏のスタイルを提案しているものなんですって。そんなこと、はい、まあ、実際どんな風に
仕事をしているのか皆さん気になりますよね。はい、ということで実際大輔さんが出演したファッションショーに密着してみました。見てみましょう。今年3月に行われた東京コレクション、一流ブランドが集まる日本を代表するファッションショーだ。もちろんそこには大輔も出演。そこで番組は大輔を独占取材、モデルの仕事をつぶさに調査することに。東京コレクション当日、我々は朝から密着を許された。向かった先は、おはようございます。なんと自宅。もちろん本当に寝てたんです。ですね。実際寝てたんで。広いです。はい、もう三人で住んでるので。部屋は友人とシェア。ところで朝ごはんは？飲み物しか多分ほとんど行ってないですね。何日ぐらい食べて？いや結局でもあれでも2日ぐらいじゃないですか。なんと2日前から食事制限。これも全てはショーのため。もう雨だけは嫌だな。今度は傘もささずに外へ。一体大事なショー当日に何をするつもりなのか。 OK、 行っちゃいます。始めたのはランニング。その距離なんと10km。ショー当日に限らず2日に1回は走り込む。大輔の体脂肪率は 11%、 ショー前にはさらに 9% まで落とすという。ありがたい。あとはちょっとじゃあオフライトストレッチしてショーに備えたいと思います。これでどのくらい入るんですか？30分ぐらい。肩まで使って汗を出しむくみを取る。お風呂上がり、冷蔵庫から取り出したのは、お、こんなことやってるメンズモデル、俺多分俺しかいないと思うんですけどね。肌の手入れも完璧。ようやく出発準備完了。ちなみに今日のファッションポイントは、帽子がすごい好きなんで帽子に対しての洋服のレイヤードみたいな感じで全部やってますね。ショーの会場は東京ミッドタウン。すると今から歩いていきたいと思います。 なんと7キロの道のりを徒歩移動。バックステージは緊迫したムードと思いきや、意外と和やか。ショーの本番に向けてみんなでテンションを上げていくことも大事なんだとか。ムードメーカーというような人がいてくれないと困る。相当嬉しいですね。その頃、会場には大勢の観客が。集まったのは一般客ではなく、バイヤーやメディア関係者など厳しい目を持った人たち。その中で歩く。そこに全てをかける。そしていよいよ本番。一番大事なのか、楽しむことです。さまざまな努力はこのたった数十秒のため。厳しいトップモデルの世界で生き抜くため大輔の努力は続く。ちょっと意外な一面というか。じゃあどうだった、渡辺君今見てて。まさかあそこまで追い込んでるとは思ってなかったんで、自分も頑張ろうなと今思いました。ステーキのやつだね、はい、もうほとんど食べ物は口にせず、自分の中で
ここまで持っていきたいなという体重であったり体脂肪であったりがあってどうしても追いついてない時はやっぱりもう食事制限するという方法しか、うん、大輔が行う体脂肪調整、実は痩せること以外にも目的があるという。我々日本人っていうのはその人種でいうとアジア人という人種で頬骨がやっぱりみんなこう出てるじゃないですか。これがやっぱりその写真を撮った時に陰影となってこの頬骨の下に影が映るようになるんですよね。で海外のフォトグラファーさんたちにそのやっぱり陰影がすごいかっこいいねってみんなたくさんの方が言ってくれたので、あじゃあ自分の武器はそこをやっぱり磨くことだなと思ってずっとそれに向けてもう準備して、ストイックな準備を経て臨むファッションショー、実は出演決定までに様々な関門がある。どういう手順でショーに出演が決まるのか、こちらでおさらいをしていきましょう。ファッションショーへの道、まずはですね、海外のエージェントというところがショーの日程やスケジュールを発表します。ファッションショーにおけるオーディション、キャスティングとこれ言うそうなんですが、が行われます。で残った人がフィッティングというまた場に進むと。だいたい何人ぐらいの人が受けるんだろうか。多いところでは多分600から800は毎シーズンやっぱり。ほう、はい、そのオーディションキャスティングの様子お写真お借りしています。こちらほオーディションの会場の入り口に待ってる状態ですね、はい、まだ会場までも行けてないで、すごいな。建物の中入りましたらさらにこういう状況だそうです。うたどり着かないという3時間待ちもあると、はい、3時間で。その実際デザイナーさんと会って、はい、どういうアピールをするんですか。歩いてって言われて、で歩いて興味がある子は気に入ったら裏に行ってあの洋服を着せてもらったり写真を撮られたり、全然気に入ってなければもう一回本当もうちょっとの距離を一回歩いてありがとうって言っても終わる。もう大体そこでダメだった人はもう分かるわけです。はい、見た瞬間にこの子は違うって思ったら歩くこともなく終わることも。怖いな。さあここからですね、素顔の一面に迫っていこうと思います。大輔大輔丸裸アールズ大質問大会。アサリとマナミあれも来て、まあ、事前にですね、皆さんに質問を書いていただきました、はい、これね、時間の許す限り大輔さんに答えていっていただこうと、はい、いきましょう、いうことです。まずこれです。モデルになろうとしたきっかけは何ですか。はい、これ誰。はいはい、藤田君、はい、きっかけは大学3年生の頃に、はい、自分の出身が福岡県なんですけど、夏休みの時に東京コレクションでやられてるデザイナーさんがもう本当運よく福岡でショーをやるということになってて、はい、たまたま来てたんですよ。でその時に自分は福岡の街を普通に友達と買い物をしてた時に、そのデザイナーさんが君今日の夜ショーに出てくれよと。向こうから。はい、で最初にもちろん、いやもうそんな何言ってるんですかって、そんなのもう全然俺モデルでもないですし、それまでモデルになろうと思ったことはありました。特に。いきなりじゃあ素人だったのに、はい、でいざやってみて終わった時にすっごい気持ちよかったんですよね少しこう心の中にあこういう仕事もあるんだなっていうふうに芽生えて、その後大輔は大学卒業と同時にモデルの道へと入る。親ももちろんね、就職すると思ってたわけじゃないですか、はい、そうですね。言った時はどんな反応でした。もう何とも言えない寂しい顔してましたまさか言葉でまだ言われた方が反発できたのがあったんですけど、はいはいはい、これは絶対成功させないといけないなって本当に思ってた。でも早い段階で、まあはい、わずか2年でね、世界デビューっていうことですけれども、はい、その時にこうキャスティングに挑んだ気持ちって覚えてますか。もうショーが一個も取れなくて、はい、終わったらもうちょっとあのモデルをやっぱりもう諦めようかなって本当に覚悟を決めて挑んだんですよね。本当理想って思う状態に全部仕上げようと思って、体の方もしっかり鍛えて、はい、で最後になぜだか分かんないんですけど一人で歩いて箱根まで行ったんですよね。歩いて歩いて日本人として海外でトライするんだったらこの富士山しっかり見てなんか頑張るぞって決めていこうと思って。電車で行こうよそこは何日かかけて。3日間かけて。3日間かけて。これねミラノが決まった時にね両親
ミラノってなりませんでした。初めて撮れたら俺もすっごい嬉しいじゃないですか、うん、よっしゃーと思って国際電話で親に、ね、撮ったよって電話したら何それみたいな反応がいまいち薄かったじゃあ次の質問いきましょう。はい、世界に出ていく上で何が大変ですか。はい、これ誰。はい、はい、宗太郎。世界ってすごく漠然としてて、うん、本当に何が一番大変なんだろうと思って。やっぱり英語の部分が出ましたよ皆さん、英語ですよ出ました。英語はやっぱり大事ですか、はい、世界に何かモデルの仕事じゃないにしろ他の仕事でも自分が出たいんだって思うんだったら英語の準備をまずは一番最初にやった方が俺はいいなって。楽かな。はい、じゃあ次の質問いきましょう。はい、こちら。自分のコンプレックスをどうやってカバーしますか。はい、これ誰ですか。はい、自分ずっとスポーツハンドボールとサッカーとかでていっぱいやってて、はい、ちょっと足が太いんですよ。あ、サッカーをやる、ね、そうですね。でパンツ履いた時に太く映ってしまうんで、細身のパンツとか、そこがコンプレックスなんですね。コンプレックス今現在ありますか。いや、やめて変な質問だけどねコンプレックス持ってない人いないですよ。ああ、本当ですか。自分は単純に、うん、あの手が小さいんですよね。おー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 おお、すごい綺麗。いや、それもまた逆にやっぱ男のモデルとしてはどうしてももう自分がそこがコンプレックスになっちゃってると、みんなも多分そうだと思うんだけど、周りの人は気にならないけれども、コンプレックスになってるところってみんなも絶対自分が目がいっちゃうところで、もう今はどうやって綺麗に見せるかっていうところに持っていくしかないなと思って、だから自分も本当正直言うと足はそんなに細くないんだよね。サッカーをサッカーやられてたんですよ。だから全てのモデルが全員足が細いからいいってわけじゃ別になくて、すごい引き締まって綺麗な足してる子がいいっていうこととかもすごいたくさんあるから、コンプレックスを武器にできることが一番いいですけど、まだ俺も今そのやろうとしてる途中段階なんで一緒に頑張りましょう。これ嬉しいね。一緒に頑張りましょう。一緒になりました。はい、じゃあ最後にですね、世界を目指す高校生たちになんかドンとメッセージがあれば、もしもこれを見てなんか世界に出たいなって思う人がいたら、自分のことを頑張ってるねって応援してくれてる人が誰か一人でもいたら、絶対に最後まで諦めずに俺はやっぱやり抜き通すべきだなって本当に思いますね。さあ、ということで、本日の本物に迫るはモデルの大輔さんでした。ありがとうございました。明日はスイーツ作りの舞台裏を若手パティシエがぶっちゃけ。AI 給料仕事、現場のフォントが明らかに。甘い春日をお召し上がれ。お腹の強い人だけどうぞ。